今夜の洗濯情報です。この先のお天気見ていきましょう。前線帯に伴う雨雲が北上する影響で関東やそして東北も太平洋側は天気下り坂です。雨が降っていなくても次第に沿岸部から雨が降りやすくなります。また西から低気圧や前線が近づく影響で日本海側の地域も晴れていても急な雨の可能性があるのでご注意ください。低気圧本体の雨雲が流れ込む明日朝にかけては東北の北部や道南エリアを中心にしっかりと雨が降り出すところが多くなりそうです。それでは各地のお洗濯情報見ていきましょう。穏やかな空が続いていく沖縄そして九州から東海エリアにかけては洗濯物外干し OK となっています。夜も穏やかに乾かすことができそうです。一方東京や仙台は雨が降りやすくなり雨足が強まる可能性もありますので洗濯物外干しは NG となっています。今夜のお洗濯物は部屋干しが安心です。新潟、金沢もにわか雨の可能性がありますので空の変化にお気をつけください。各地の詳しいお洗濯情報はスマートフォンアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひお役立てください。